詩人として有名なワーズワースも暮らしていたというグラスミア。この村の学校だった建物が今は行列の絶えないお店として注目されています。うわちょっと来てください。もうめっちゃほらちっちゃくて可愛いお店。3人も入ればいっぱいという小さなお店。皆さんのお目当てはジンジャーブレッドという食べ物なんです。ジンジャーパン、はい、ジンジャーブレッドってどんなものなんですか？ジンジャーブレッド、like a cookie。 クッキー？クッキーです。本当や、見た目はちょっと粗いクッキーみたいな。うん、上がサクサクで下は結構しっとりのクッキーで、噛んでるうちに生姜の香りが。155年前に考案された独特の味は人気のあまり類似品が出回ったこともあるんです。そこでセーラーおばあちゃんはレシピを金庫に保管し、歴代オーナーしか知らないトップシークレットとしたんです。これまでイギリスでも湖水チンオン以外では販売されたことがないという、まさに門外不出の味。それが2日間限定で梅田阪急に登場します。皆さんお見逃しのないように。